初めて月間1000万を超えましたんでね、実はね工場さんからの声っていうのも聞いてるんですよ。なぜ今日ここで撮っててこの棒を持ってるかというと、はい、本日はですねジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなと思います。ということで、なんでこんな棒を持ってるかっていうのは後で喋りますけども、売り上げ発表をしていきたいなと思います。なんとタイトルにもあった通り、初めて月間1000万を超えましたんでね、それを皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。はい、では見ていきましょう。1,256,600円ということでね、1000万円オーバーです。本当ありがとうございます。どうでしょうかお父さん。すごいですね、1000万超えました ね、ありがたいですね、うん。まあ、ほんまにブランドとかも作ったことないし、ブランドの部もわからんかったんですけどもね、まあ、本当に皆さんのおかげで、行きました。で、まあ、ちょっとねランキングも見ていきたいなと思うんですけども、ランキングがですね月間ランキングどうなったでしょうか。36位ということで、まだ10位まではね全然いってないんですけども、まあ、引き続き頑張っていきたいなと思います。で、まあ、1000万まで来てねすごいすごいっていうのはもちろんいいすごいことやと思うんですけども、それっていうのを、まあ、僕だけじゃなくて、まあ、いろんな人が作ってくれたりとかいろんな人が買ってくれたおかげであるっていうことなんで、実はね工場さんからの声っていうのも聞いてるんですよ。で、工場さんに皆さんからいただいてるレビューありますよね。普段こうやってレビューいただいてるやつを送りました。で、送ったら、何社かね、お返事いただいたんで、それちょっと説明していきたいなと思います。紹介していきますね。まず黒パンとかデニムを作ってくれている、三洋線香さんっていう会社さんがいらっしゃるんですけど、そこのところにね、黒パンの評価とかレビュー持っていったらね、部長さんからねこんなまず意見がいただきました。記事商品として直接お客様の声を聞けるのは大変参考になります。すごい部長さんやから、お会いしたこともあるけどもね。で、今回記事はパッと見普通に見えると思いますが、機能性に優れています。まあ黒パンですよね。伸縮性もあるということなんで、実は染色するのも結構手間がかかって大変なんですということで、そういうのもなかなか見えない努力っていうところでね、こういったところで評価していただけると報われた気がしますということで、まあ、なかなかこう作っていただいている方ってその最終的にお客さんがどういうところで喜んでるかって知らないんで、そういうのを今回送らせていただきました。で、次はですね今現在担当していただいている方、YW さんです。行きましょうか。 W さんがいらっしゃるんですけど、いきます。この方はもともと縫製工場とかで勤めてた方がちょっと、もうちょっとニッチなところなんですけど、弊社は織っていうのは生地を作るところね。弊社で織から染色加工までかなり苦労して作った生地なので、このような素材の高評価をいただけるっていうのは非常に嬉しく思いますと。で、それ性の高いアウトラストの素材を染色加工するのっていうのは通常の倍以上の時間がかかってて手間がかかってるんですということなんで、特に黒色っていうのは黒の色の深みを出すために染めを2回ほどやってるっていうことなんで、普通に1回ではやっぱ抜けちゃってグレーみたいになってくるんで何回も染めてると。で、またそれ性の強いアウトラストの生地っていうのは水分を含むと生地が横に伸びちゃうっていう特性があるので、染める時にこうシワができやすかったり、こう綺麗に染めるのっていうのはかなりの技術を必要としますと。だから国内の工場でやっていただいてるってことなんですけど、このように苦労して作った素材が評価されてお客様の声を尽くせていただけるのはとてもありがたく思いますというところが、まあ黒パンとかデニムのアウトラストを作っていただける工場さんのお話ということになっておりました。で、次にね行きたいなと思うのが、もっとニッチなところ行きますよ。何かっていうと部品屋さん、ファスナーとかボタンとかっていうところね、ファスナーに注目していただきありがとうございます。まあ、今回はフリースのレビューを送らせていただきました。使用していただいたフリース、ファスナーは YKK のビスのファスナーという名前で、樹脂ファスナーの中ではエレメント虫がしっかりしていて強度がありますが、なおかつ軽量なのでポーラテックのフリースのような着心地が軽いが耐久性が必要とされる服にはぴったりですと。僕いつも相談してるんですよ、これフリース作りたいんですけどそれやったら何がいいですかって言ったら、多分ねその素材的には軽量で強度があるやつがいいと思うんでこれだと思いますって全部言ってくれてるから、それをやってるだけだけど、今回ファスナー、引き手パーツ、袖口のパーツ、テープとか、あと洗濯ネームとか手配させていただきましたと。ファスナーとかテープとかと脇役にこう結構回ることが多くて、主役ではないもうメイン素材ではないんですけども、それをピックアップしていただいてお客様が書いていただいているのが非常に嬉しく思いますっていうお声がいただいてたりとか、あと付属の資材一点一点っていうのも、もう洋服にめちゃくちゃ考えられて作られているの、まあね、弟さんもこの間ジップの話しましたけど、そうですね、なかなかそういうのも知らんと思うけど、こういう細かいところまであるからちゃんと洋服ができてるっていう過程がねありますけども、これからもお客様に気に入っていただけるポイント作りのお手伝いをさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたしますということで、こちらね、今現在僕着てるシャツとか、あとナイロンブルゾンとか、今後発売する用の、ポップアップでも出すけども、ダウンジャケットとかも、資材の手配をしていただいているので、細かい、ベルクロとか、ジップ、エクスラのジップとかも全部こちらの会社で用意していただいております。そして次がですね、ボディバッグなんですけども、ボディバッグの、工場さん、ドラゴンさんっていう香川にある、革専属の工場さんなんですけど、革屋さんっていうか、カバン屋さんなんですけど、たくさん温かいレビューを確認させていただきましたと。当初
拓蔵さんの企画で始まったマンティス2からいろいろと試行錯誤しながら作っていったことが懐かしく思いますと。あれはどうですかね、バイクで行ったんでもう2021年とか多分そのぐらいの、多分 Vlog も残ってると思うんですけど、いやこれがいいんです、あれがいいんですとか言いながらいろいろ喋りました。で、多くのレビューがあった中でも、制作してる側から見て印象に残ってるっていうのが、革の質感が最高とか、革の匂いが最高、丁寧なものづくり、早く届いて嬉しいというお声がね、とても印象的でしたと。レビューを通じて購入してくれてる人にも職人の思いがきちんと伝わってるんだなっていうところが嬉しく感じました。それと同時に拓蔵さんがリスナーの方に革の良さや商品のこだわりを丁寧に説明してくれているので、これから作り手の励みにもなりますと。最後に思ったことは、作る人がいて、で発信する人がいて、それを見て買ってくれる人がいてる、まあ、こういう3つのつながりがあって、まあ、どれが1つかけても成り立たない、全てがつながっていることに改めて感謝いたしましたということで、ありがとうございます、これからもよろしくお願いいたしますという可愛い最後絵文字も入ってますけどもね、そういった声がありました。そして次がですね、ポーラーテックの生地とか、あとコーデュラの生地とか、そういう表面の生地を採用させてもらっているところの会社さんですね、購入者様が感じているように最高の触り心地のフリースだと思いますということで、今回はフリースのレビューだけ送らせてもらって、まだないとかナイロンブルゾンとかシャツとかのレビューがないので、さっきそれを送らせてもらいました、サンプル品も複数回作成されておりますし、試行錯誤を重ねた上でできた商品だと生地を販売させていただいた中で感じましたと、まあ、僕とのやり取りの中でね、生地ね、かなり高い商品です、まあ、これ僕から普段から言ってるけども、まあ、こちらの方も言っていただいてます。その生地をふんだんに使用されて、この値段はさすがとしか言いようがありません。拓蔵さんの努力の賜物ですって、これカッコで書いてる、カッコじゃなくてもあのちゃんともっとでかいカッコで書いておいてほしいなと思いますけどもね、ちっちゃくカッコで書かれてます。また肩や脇に使われている生地は衣服の主役にもなり得る上質な商品たちですと、まあ、サブで今回5年使ったけど、あれはもうメインで普段使うんですよっていう感じだけど、まあ、このクオリティの高さ、妥協のなさは拓蔵さんだからこそできた商品で、一般アパレルブランドではこのクオリティの商品を出そうと思うと上司からノーが出る可能性もあるのではないかと、と言ってたらちょうどね、記事があの今送っていただきましたけども、記事サンプルも届いてます。上司からノーが出るぐらいの、ものじゃないかというぐらいで言っていただいてます。今後もジャパンメディアする皆さんのために良い記事を販売できればと思いますので、よろしくお願いいたしますという連絡いただきました。ちなみにこの記事は何をいただいた記事なんでしょうか、ちょっと開けてみましょう、まあ、こういうのもほんまリアルタイムだからいいですよね。次作る予定のサンプルのダウンジャケットの記事、表面の記事がね仕上がってきました。一応黄色なんですけども、ちょっとまあオレンジっぽく見える、そうですね、ベージュ、カーキではないけど、ベージュ黄土色みたいな、なんていうの、ベージュよりちょっと濃いというか、これあの、イタリアのテキスタイルが作ってる生地やねんか、これもまた上質なやつなんですけど、分かるかな。はいはいはい、マットな感じの記事なんですけど、まあ、こんなんが、ね、送られてくるということで、まあ、今回はあの視聴者さんからのレビューじゃなくて、その工場さんからの、まあ、レビューを見たレビューっていうかな、そういうのもたまにはいいかなと思って、ちょっと節目ですしね、1000万いくっていうのは僕だけじゃなくて、さっきもお伝えしてもらいますけど、その3社がいて成り立ってるっていうことで、僕に関してはもっといてます。今撮ってくれてる弟もいてるし、嫁も発送してくれてるし、外注さんも12人か3人いてるから、その人らのおかげでできてるということなんで、非常にありがたく思ってますっていうことと、なぜ今日ここで撮っててこの棒を持ってるかというと、実は近々ポップアップが行われます。しかもこのオフィスでです。オフィスの1階でポップアップを行いまして、そして今ちょっとこんな感じになってるけども、もっといろいろ変えます。バイクなんかこんなとこ置いてたらとんでもないから、あの当日はね、あの撮影 OK ですよってこんな感じでやってると思いますけども、ちょっと配置を変えてポップアップを行います。日にちは4月の29、30ということで、2日間限定でやらせてもらいますので、よろしくお願いします。その際にはこっちにも出てると思うんですけど、モーテルキーであったりとか、あと刻印のサービスを無料でやったりとか、あとそれ以外にやったら、先行予約、あのさっきも出たんですけど、フリースの新色が、ここで初めてお披露目、29日30日でされるので、そこでそのまま予約もしていただけるということなんですが、新色に関しては、ロールで生地あるの分かりますかね、原炭っていうんですけど、それを一旦しか変えてないので、まあ、枚数的に言うとどの前の50着ぐらいかな、そうですね、50ないかもしれない、ないぐらいなんで、まあ、そこで先に予約を取っていくっていう感じで、そこからまあサイズを振り分けたりしようかなと思ってますので、また来ていただければね、そういう楽しみもあるんかなっていうことと、あと道順ですよね。お前これ八尾のどこにあんねんと、わけわからんとこにあるやないか、まあ、周り工場部だけなんですけど、その道順の様子を見ていただきましょう。どうぞ。それではポップアップの会場の説明していきたいなと思います。東大阪
から来た際はぐーっとまっすぐ行ってもらうと右手にマルハン、そうですね、皆さん大好きマルハンが見えてきます。マルハンを作るとデイリー、デイリーの後の逆車線ですね、左側に建物があります。これキラリっていうの、デイサービスなんですけど、そこの間を行ってもらうと OK。 奈良県から来た場合はこんな感じ。まずはですね、右手にトヨタのトヨタなんとかがありまして、左手スキヤがあります。それぐーっと過ぎると金目工業というのが見えてきます。ここは全く関係はございません、それを過ぎるとですね、キラリというのが見えてきますので、こちらの内側から、ジムに停まっているところに停めてくださいっていう風に、車で来ていただいても OK ですし、次は公共交通機関、電車で来た場合どうなんだろうっていうと、近鉄八尾駅まで来てください。で、近鉄八尾駅からこちらどうぞ。はい、ということになっておりますのでね、ポップアップもまた楽しみに来ていただければなって、一つの思い出として、ゴールデンウィークの最初の思い出としてね、来ていただければ嬉しいと思います。これはちなみにね、僕はさすがに駐車場整理してないけど、弟がね、駐車場整理してますので、こっち来てください、あっち来てくださいって言って、前に駐車場、ラーメンって書いてる駐車場が3台分あるし、その横側もね、臨時で借りさせていただきました。今回だけ臨時で借りてるから、普段止めないでほしいんですけど、臨時で借りたんで、計8台ぐらいあるんですかね。そうですね。いや、それ以外、もしそれ以上来たっていう、来ていただいた方には、ちょっと弟が指示すると思うので、その指示にちょっとこれ待ってくださいとか、こっち入ってくださいとかってあると思うので、ぜひぜひ楽しみにしておいてくださいという感じでね、これからまだまだ、実は2年ぐらい前に弟にも言ってたんですよ。弟が会社員時代に飲みに来た時にね、家に飲みに来た時に、いや俺もう月1000万ぐらいは行くでって言っててね、いやほんまかいなって言って、まだ当時なんかほんま100万も売れてないぐらいの時に言ってたんですけど、それを無事叶え、次は次の目標を今立ててるのでね、そこにこう向かって頑張っていきたいなということで、本日ですね、ジャパンメディアの売上発表してみたということと、ポップアップの告知をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。それは苦難の連続だった。日々寄せられる心ない誹謗中傷、それでも前を見続けた、それでも進み続けた。そしてポップアップ5大都市開催、お客様の笑顔を見るために、日本企業を盛り上げるために、そして新たな挑戦、ジャパンメイドやポップアップ2023。